いやなんかこれはね訂正させてほしいんですけど、なんかあゆゆ作文、まあきみちゃんの名前で、まあ、やったわけですよ。で普通にね、ゆはその名前の頭文字で何かをやれば OK って思ってたの。台本にも別にそのきみちゃん関連で書いてくださいとかなかったから、ちょっとさ、それはさ言っといてほしいよね。ユウが普通に恥かいたっていう話です、これは。まあまあまあ、でも楽しかったから、まあ結果オーライ的なとこはあるんですけど。あゆゆ作文ってその頭文字にするやつについて決めるってやつなのかな。ユウはもう本当に思う通りにやってしまった。ミス。目立っててよかった。いや、ユウ主役じゃないんよ。ちょっとミスったよ、本当にミスったよね。そう、まあ、ユウが主役の場合ね、ユウの生誕祭だったらまあありかもしれないんですけど、ユウの生誕祭じゃなかったんですよね。今回、キミちゃんだったので。こんばんは。アーカイブ楽しみにして、まあアーカイブは本当にキミちゃんだけを見てください。見れてないか、アーカイブで見るね。あ、キミちゃん最強に可愛かったから。あともう一個ね、言わせてほしいの、本当にこれだけはもう本当にミスった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 って、これは心の中からずっと思ってることなんですけど、おニューの上履き、本当に詳しくないんですよ、そのアイドルにね。詳しくなくて曲も知らないの、本当に知らないのね、マジでごめんなさい。これは本当にその一メンバーとしての提出謝罪、これはガチで。本当に詳しくないんです。許してほしい。それで許してもらえるとは思ってないけど、本当に知らないっていう、知らなかったっていうことだけで許してください。しかもここでちょっと一つ言い訳させてもらうと、心配だったんですよ、この曲あるかなって。だからまあ声が入ってるか入ってないかわからないんですけど、悩んのを呼んでですね、悩んに「この曲ある？」って聞いたんです。そしたら悩んが「ある」って言ったの。そしたら悩んは違う題名書いてた。でも悩んとその次目があって「あ、ごめんなさい」って言われたから、ゆうも一瞬しか見せなかったから「あ、ごめん」って思ったけど、しくりました。でも悩んは正解の回答を書いてたので、その曲は知ってます。そう、ユウもさミスったから、普通に、まあ、これはユウのせいなんですけど、まあ、正直ね、これはもう言い訳、まあ、結局のところユウが悪い、これは間違いない事実ではあります。まあ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 、楽しかったから、まあ、結果オーライって許してください。ということで、キミちゃん大好きな方はアーカイブでも何回も見ちゃってください。そうなんよ。だから実質言う3問ぐらい当たってるってことなんよね。そう思う。実質1位。この説もね、あります。ユウのメッセージカードもらって、そう、ユウもメッセージカード、カードちょっとだけ書いたんですよ。だからもうちょっとだけの方が当たるかもしれません。大体キミちゃんのこと書いたけど、ユウが優勝でいいですか。ありがとうございます。今日はね、もうキミちゃん王ということで優勝。渋谷でユウキっていう子が名刺もらってめっちゃ可愛かった。本当に勇気って子からもらった？ほんと？
ありがとうって多分言ってたと思う。今度話しときます、友達なんで。今は公園で見せかも、ね、生誕祭のイベントの時だけね、見せかねあるんですよ。なのでその日によって全部その生誕祭 主人公の人が書いてる場合もあれば、ゆうたちがちょっとずつ書いてる時もあります。黄色の子、そう、黄色の子、黄色の子、多分黄色の子だよね。友達、普通に友達。ファミフレの特典券を持ってたのに行けなくなっちゃったの悲しい。悲しい、悲しいよ。また会おうね。あ、主役ね、ごめんごめんごめん、主人公ではないです、主役です。そう、全部その主役の子が書いてる時もあればっていう感じだったはず。まあ、ユウに聞かない方がいいかも。ユウは何も知らないで喋ってるから。でも多分そうだよ、合ってる。友達なんですね、楽しかったです。あ、伝えときますね、本当に伝えときます。カメフレのイベント楽しかったらしいよっていうのは伝えときます。でもユウもなんか聞いたよ、楽しかったって言ってた。だからなんかブログ書いといてって言われて、だからユウが代わりに書いたんだけど、その子からの文をコピペして送ってるので、まあユウが最新で上げてるブログはあのカミフレのユウキさんからね、来たブログなので、ぜひ読んでみてください。そう、伝言だったんですよ。あれ U じゃないので、カメフレの、まあ、同じ名前、共通点はあるんですけど、同じ名前っていう、あとね、結構顔も似てるらしくて、カメフレのライブはいけないけどグッズは全部 U の買ってよ。嬉しい、グッズあるんです、グッズあります。そう、アクスタと缶バッジはランダムなんだけど、あとタオルもありますね。なんか今日あのカミフレのマネージャーのカラスさんが送ってくれました、座席表を。なのでまあ言う下手くそかもしれないんですけど、ちょっとやってみます。誰かに任せるかもしれません。言うのグッズ詳しいね、言うのグッズ詳しいんですよ。そう、詳しい、何回も教えられちゃったからさ、さすがにね。ワクワクしといてください。そう、ありがとう。でもね、くれたので多分それでできるはず。それをうちらがどうにかしたらできる。でもどうにかせんかったらできないので、どうにかします。こんばんは、こんばんは。ユウのツインテールはいつ見れる？ユウツインテールさ、この間いつだったっけ、あ、やったんよ、この間。なんか誰かと一緒ならできるので、誰かと一緒にやります。誰かと一緒にやる。こんばんは、こんばんは、こんばんは。何色に対応できればいいの？なんかさ7色なはずなんですけど、なんか紙フレのいっちゃん最初の時のグッズのなんかペンライト謎に10色あるらしくて、そう、なんかそれ持ってれば間違いないみたいなとこはあります。またハロウィンの時みたいに、あ、ハロウィンはあれはね、もう伝説のハロウィンだと思ってもらって構いません。本当に
いやびっくりしちゃった、本当に本当にって一緒言ってるんですけど、ハロウィンとはいえユウこんな格好するんだと思ってちょっと面白くなっちゃいましたね。あの時は公園から帰宅、カッパ、カッパもね、いいのいいの、やめよう、カッパやめましょう。トーク会も似てるね。あ、ね、トーク会もね、だって明日ユウ、あ、明日じゃない、明日ですよね、ユウあれ書くやつ、明日明日、明日なんですよ。だよね、合ってるよね。いや本当にさ、もう毎回言うの、毎回少年メールたんびにみんなにユウの予定を聞くんだけど、まあ、今回はユウが自分で分かってたということで、ありがとうございます。よろしくね、こちらこそよろしくね。明日4時から、あ、マジで4時です。4時前までには行きたいと思います。なんかユウ最近、いや最近というか今年かな、手帳に予定を書く方式、なんかいう携帯でスケジュール管理できないんですよ。あんまり家で携帯を見ないっていうのもあるんですけど、そうだから紙に書く手帳を買いまして、今書いてんだけど、普通にね2週間ぐらいサボってて、この間3日前ぐらいに急いで書きました。これね、ダメないよ。いや、スケジュール管理マジでできないの。だからみんなにお願いしてる。お願いというか、もはやもう自動的にみんながやってくれてる。スケジュール帳って本当良くないよね。カバンにずっと入ってれば、まあ書いたりできるけど。文房具好きだから紙の手帳好きってわけ。そう、そういうわけじゃないのよ。そういうわけじゃない。いつも携帯にメモっておしまい。携帯にメモるのすごくない？できんよ。あれ使い方知らんもんよ。でもさ、みんなすごくない？それで言うと、例えば愛知県に住んでて東京で何かイベントがあるときに、まあ行くやん。でそれが土日のイベントだった場合ね、まあ、ここで泊まりだなっていう計算もしないといけないわけでしょ。で1日泊まって、そこからあんま飛行機で帰らないといけないな、あ違う、新幹線で帰らないといけないなとか、そういうの組んでると頭パンクせん？いや普通にパンクなんだけど。なんかそれで言うと、ユウはこの時間に例えば新幹線のとこ集合ですって言われたらそこ行くやん。でまあチケット渡されて乗る、降りる、会場行く、帰るみたいな、まあ行けばなんとかなるみたいなとこあるから、毎回そうなっちゃうんだよね結局。だからまあユウは自分の予定がわからないまま生きているという形なんですね。予定組むの楽しいよ。え、すごくね、え待って、みんなそう、えすごすごくない？え待って待って、なんかすごいやん、みんなすごい人ばっかやん。予定決めるのとか絶対楽しくないよ、ユウは。え、あれあれですか、予定埋まった方がもうスケジュール帳きっしりになった方がいいタイプ、すっからかんがいいタイプ。予定組んで、ねえ待って、すごくないか、マジですごいよ。みんな感動してるもんよ今、結構伝わってる、この感動。え、ゆき今結構感動してんだけど、伝わってるかな、多分伝わってない。すっから感が言いたいです。あー分かるね、めっちゃ計画する。え、なんかゆうも例えば修学旅行とか、まあ小学校の時、中学校の時にどうだったかな全然覚えてないんだけど、小学校の時の
その修学旅行とかって班で集まって、まあ、どこどこここ何時に行くとか決めるんだけど、一応全くそれ通りに行かなかったね。東京違う、小学校どこ行ったっけ、あ、京奈良行ったんですよ。で結構自由行動とかもあったんですけど、え、それ中学校だっけ、いや小学校だ、全然記憶ない。でも、まあ、結局、まあ、この辺に行ってなんかするって決めてたやつも全部それ通りに行かなかった。無理だよねあれ、いやもう無理なんだよね。ねえ、計画するのやめたいけど計画しちゃうっていう気持ちわかる？例えば、ん？京都奈良を京奈良っていう人は知らない、嘘、なんていう、あ、京都と奈良、でもね、小学校の修学旅行普通に楽しかった。なんか女子グループとさ、その男子グループがさ、好きな女子、友達とかを3人ぐらいとさ、こういうグループがバーってあってさ、こっちも男女でバーってあるじゃん。でなんか男女ペアじゃん、こういうのって大体。だけどなんか優のクラスがその時別にあの自分で選べる感じじゃなかったんですよ。仲いい子を、女の子は選べるけど、こっちはまあ9時ですみたいな。だから全然喋ったことない系の人とかだった記憶なんだけど、結局楽しかったから、まあそうなるんですよね。高校の修学旅行は京都を路線バスで待った。いいの。最初楽しかった。そうだよね。いうね、稲部の時もそうだったんだよね、普通に。それは小学校5年生の時だったんだけど、それもね、女子は決めれるんだけど、結局ね、ここはね、9時なんですよ。だから、その時は、まあそこそこ仲いい人と組んだから普通に楽しかったんだけど、修学旅行がね、ちょっとびっくりしたんだよ。本当に喋ったことないタイプの人だったから。やばくないって思ったけど、普通に楽しかったっていう。仲良くなるよね、それだけで。今何してんだろうな、みんな。いや本当にね、あれなのよ、今も連絡取ったりする仲いい人って、そのいつもの中学のグループなんです、大体。だからね、みんな何してるか知らない、行方知らず。今日久しぶりに高校の友達と連絡取った。いいね、いい、ゆう誰とでも楽しめそう。あ、本当に？よかった、嬉しい。それは意外とゆうさ、その第一印象良くないタイプの人間なのね。だから結構ちょっと苦労するとこもあるんだけど、まあ、結局友達できるので、まあオールオッケー。もう一度行った場所に行くと楽しいかも。楽しそう、あり。でも全然ね、知らないよ、ゆう。その時行った友達誰と行ったか忘れちゃった。第一印象ただ可愛いだけ。そんな嬉しいこと言ってくれる？でも優の第一印象って、その中学の時とか特にそうだったんだけど、マジ喋りかけづらい、なんか怖そうみたいな、性格悪そうみたいなめっちゃ言われてて、だからマジでって思ったけど、なんかそうやって言ってた人とは結局そんなにがっつり仲良くはなれんかったけど、まあ誤解は解けたんじゃないかなって思います。高校の友達と30年の付き合い。いいの。どんな感じだ。全然このままなの。ただ多分人のことを結構ガン見ちゃうんですよ。こう見ちゃうの、人間観察的な感じで。だから多分なんか見られてんだけどって思われたんだと思う。全然そんな意図はないんですけど、まあ正直言うのせい、それは
ね、怖いですよ。だからそう、なんかそれで多分怖いと思われたのかもしれないけど、でもガン飛ばしてるわけじゃないのよ全然。普通にまあ世界を見てたわけ、そのユンの目の前に広がる景色をね。でもユン結構怖い人って思われがち。なんか学級委員とかそういう系をずっとやってたから、なんか明るい人っていうか、そのクラスの指揮を取ってる人みたいに思われがちで、学級委員ってそういうことじゃないじゃん言ってしまえば。けどなんかそういう時代だったんですよ、ユーの時代。そうだから思われてたんですけど、まあ今は思ってないよね。まだ会ってないんですけど全然。そうなんだよ。まあまあまあ、でも結局ね、今が別に苦労してない、そういう感じで思われてないなら結果オーライです。離婚して学級委員になったの、小学校の時はそうでした。立候補でなんか普通になんかあったの、学級委員選挙みたいなのがあって、まあ人数が多ければなんですけど、まあそれで前期後期とかあったんですけど、まあそれは小学校の時は全部やりました。2年生から始まるんですけど、2から6までずっとやってて、で会長はやりたくなかったけど、その学校の先生にどうしてもそのなんか委員会につけって言われて、そのどっかにつけって言われて、会長は無理って言ったら、じゃあ副会長に手あげろって言われて副会長やりました。でも副会長ってめっちゃいいんですよ。え、これもう学生の方ね、いるかいないかわからない、まあほぼいないとは思うんですけど、おすすめしたい副会長の良さを。だから副会長ってなんか地位的には2番目なんですよ。でも会長はその全体スピーチと全校集会とかで喋んないといけないんです、たまにね。けど副会長ってマジでやることないんですよ。委員会でこう学年委員会とかもあっても副会長は本当に何もしないの。初期は書かないといけないし、副会長座ってるだけだからね、これ狙った方がいいです。ぜひやってみてください。こんばんは、学生です。嘘です。ユンの嘘つきの位置狙ってます、もしかして。譲りません、横にいるだけってか、そう横にいるだけなの、本当にそう。会長が休みの時に出番ある。あ、でも会長元気だった。そうで、中学の時にあのまだオーディションとか受けてなかったんですよ、ドラフトのね。だから普通に暇な生活をしてたわけ。だからあの立候補して学級委員、クラス委員になりました。1年の前期やって、後期は違う人になって、2年生からはまあ参加できないなと思ったので辞めました。内申点ってさ、もらえるの？学級委員とかやったら。いや、その仕組み全く分かんないからさ、なんか楽しくてやってただけなんですけど。初期の発音の癖が強い。え、初期じゃないの？初期？初期？初期だと思ってた。違う？ポイント、でもね、まあでも学級委員選挙って大体ね、1年やってしまえば次の年から、あ、この子1回やったことあるからっていうので大体学級委員できるんですよ。だから別にそんなね、大した選挙ではなかったと思うんですけど、やってましたね。こんばんは、こんばんは。え、合ってるよね、初期だよね。低かった、合ってるはずです。
初期だよね。ユも初期派です。初期だよね。洋服あったかそう。あったかい。今日の洋服かわいかったです。あ、かわいかったですか。これ皆さんにお伝えしたいんですけど、今日ね、まあ、キミちゃんの生誕祭っていうのはもちろん知ってて、出ることも知ってたんですよ。ただ私服じゃんってなったのね。やばってなったわけ。やばいやばいやばいってなって、これにたどり着けたのすごくないですか。普通に家をうわってもう漁ったよね。ここまでたどり着いたゆうの頑張りに拍手。頑張りました。ゆうがもしソロやるなら、ゆうは万華鏡やりたいですね。ソロ曲じゃないんですけど。さすがですよね。そう思う。ゆうもさすがにちょっとよく頑張りましたって感じ。万華鏡やりたいけど、なんか本当に言うって万華鏡できないのよ。わかる？なんで？なんでだと思う？そんなにさ、こんなタイミング結構なタイミングがあったわけ。でも全て外れてきてるね。本当に避けられてんだよ。言う更になんだが、ゆう本当に生誕祭結構苦手なわけ。っていうのも嬉しいな、めちゃめちゃ嬉しいしありがたいんだけど、生誕祭自体はその DMM で抜かれる回数ってもう尋常じゃないぐらい多いわけじゃん。ゆうそういうの緊張しちゃうから、通常公演のうちの生誕祭っていうのがゆうの理想なんです。でもそれでいうと今回の生誕祭イベントって楽しく会話をして一曲披露して終演って感じだから、結構ゆうに向いてるなって勝手に思ってるの。だからちょっとやらせてください。やらせてください。その辺お願いします。そうだってそこでしょ。生誕祭のさいいところってやっぱりたくさん抜かれてたくさん見てもらえるところがいいところですよ。でもそれで緊張してる人がここにいるわけだから、ゆう絶対向いてないんだよね。そう思ってる勝手に。ソロ歌手は緊張しない？緊張する。もう最悪5人、ゆうが4人選抜して5人で一緒に万華鏡やってもらう。ソロもしないっていう手に出るのはどうですか。すごく早口だから本当に本当にそう早口なんです。基本的に早口。ゆう今日ね、今日のゆうのじゃあ心の中を今からお話ししたいと思うんですけど、幕が、まあ、キミちゃんの生誕祭の時なんですけど、まあ、幕が開きまして、ゆう司会になったんですよ。今日 MC やらせてもらってて、だから皆さんこんにちは、チーム S です、今日の MC のゆうです、悩んです、自己紹介してって、で今日の生誕祭キミちゃんのハッシュタグはこれですみたいな説明をするところが、まあ、3行ぐらい初めにあったんですよ。でその時自分で喋りながら、ゆう今尋常じゃないぐらい早口じゃねって思って、早口じゃんって思ったんだけど、早口の人の特徴、まあ、早口じゃない方が多いと思うんですけど、まあ、ゆう早口なんですよ典型的な、人の特徴って、自分は今めっちゃ早口じゃんって思ってんのに、口が止まんないわけ。でもうえって言っちゃうの。最後まで言っちゃって、あ今早口だったなと思いながら次の言葉を発するんだけど、その次の言葉も早口なのよ。もうこれねダメだよね。なんかゆうはこの10秒の中になんか何文字
ぐらいの日本語を詰め込んでるのだろうって気になるぐらいもう止まらないんですよ。次から次へと説明したくなっちゃうの。ていうか今もそうなんだけど、もう止まらないのよ言う口。やばくね、普通にやばい。反省反省反省、普通に反省なんだけど毎回思うの言う。え、多分言う、めっちゃせっかち、普通に絶対そう思う。早口の人って賢い人、え、本当に。でも言うね、ただの早口な気がするんだよね、賢さとかゼロの。学ぼうとするけど全く頭に入らないタイプ。だからラジオとかで思ったんだよね、あ、言うって早い、なすの早いからやばって、早って感じる速さってやばくないですか。え、この人喋ってるの早いなって思う時あんじゃん。でも言う多分基本的にそれなのよ。え、みんなよく聞き取れてるね、本当に感謝。え、今度から言う、ゆっくり喋るね。気づいたら言って、偉いねって、言う、ゆっくり喋ってるよって言ってください。そう、なんか言う、でも自分でも思ったの、言うって結構偉くて、あ、もうこれ自分で言うのもなんなんですけど、結構偉くて、なんか学ぼうとするんです。言う学ぼうとしてるんです、いろいろ。なんですけど、それがね、こう身についてないっていうところが典型的なね、人、ダメな人、ダメな人って感じなんですけど、例えば意外と言う、本読むの好きじゃないですか。あ、好きなんですよ。で、言うは本を読むときに大体一回読むんですけど、その中で気になった漢字とか知らない言葉とかをメモしながら読んだりするんですね。で、読み終わった後に読みながら調べたりとか、読み終わった後に調べたりとかしてるんですよ。でもそれが身になってるのかなと思った時、なってなかった、なってないんですよ。なんか逆にすごくないですか、こんなに結構偉いことしてるのに全然なんかそんな感じじゃないの、やばくない、逆にすごくない、いや感動してるわ、普通に感動レベルで入らないんですよ。まあでも今日学校行った時にテストが返されたわけです。この間のテスト期間頑張ったんだけど、まあ追試はなかったんだけど、まあそこそこの点数というか、まあ70点とか、まあって感じ、頑張ったんだけどね、普通に。そう、もうダメだね、本当に。日本語って難しすぎて、日本語がね、多分人よりも追いつかないんだよ、語彙力的な問題ね。そう、追試会した、数学がガチで、言う数学ワンチャン追試だと思ってたんですよ今回。ガチで、ガチでやばいって思ってて、だってもう分かんなくて、問題を見た時に、あ、終わったって思ったのね。まず数字を見た時に、あ、分かんない、あ、無理だみたいななったわけ。もう絶望だったのけど、50点、頑張ったね。これ言う、今日生誕祭ありがとう。あー、ありがとうね、いたよね、びっくりした。きみちゃんの生誕祭可愛かったでしょ、みんな何度も言うけど、踊ってんのユウも見てた。え、50点すごくない、普通にすごくない、だってユウ諦めなかったの。そのテスト始まります、で、まあ名前書きます、とりあえず名前書かないと0点になってしまうので、ユウは絶対もう名前を100回ぐらい書くつもりで書くんですよ、名前をね。で、0点だけは回避っていうことで、で、問題文を見た時にまず絶望したわけ。え、何これみたいな。だいたいYouのテストの法則は、頭の方できなかったら終わりっていう考え方なんですよ、基本的に。もう後ろの方行ったら結構文章問題多すぎてしんどくなっちゃうから、
で頭が回答できなかったらもう追試って思いながら頑張ってテストを受けたわけですよ。で、はい、開きます。終わったーってなったの。こんな元気じゃないよ。もうテストの時はこんな、今は追試回避してるから元気に言えるんですけど、テスト本当に始まって分かんなかった時、頭の問題分かんなかった時ってガチで人間絶望するんですよ。えみたいな、一瞬止まった。普通に多分3分ぐらいは頭こうなってた。きっと本当にガチでこうなってたの。だけどやばいやばい、やんないとと思って、とりあえず今回のテストの範囲であるところの公式を最後の放課中の10分の間にパッて入れたんですよ。それを思い出したので、まず上の方にその公式を全部書いたのね。どれが使えるか分かんないから。で問題文を見てわーって書いて50点。すごくない？本当に感動しちゃって自分で今日も、まあ、テスト返されたわけですよ。普通にえすごーみたいな、えゆすごーみたいになったので、まあ自信あった教科も70点とか70何点とか80点以上今回なくて、ああった日本史 A とかがまあ80何点とかだったんだけど、でも普通に感動しちゃって、それで数学の50点にとりあえず感動して言う。なんかもう今日はルンルンで学校から帰りました。ワンチャンスキップしてたかもしれん。普通に多分してないんだけど、心の中で結構スキップしてたから、もしかしたらしちゃってたかもしれない。いやということで2年のテストもう完了しました。今日で、まあ、3年生も頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。第3回紙フレの学力テストやろう。え、絶対嫌だよ。なんか紙フレの学力テストさ、いう普通のあれなんよ。テストの時はまあそこそこ取れる時もあるのに、紙フレのテストの時はなんか2連チャンぐらいでドベなの。え、本当に悲しくて。結構悲しいのそれ。紙フレ誰が一番頭いいの？頭いい2人がね卒業しちゃったんですよ。だから今実質頭いい1位、この間誰だったかな、忘れちゃった。え、マジでテスト範囲っていうか、その紙フレの学力テストやるとしても、テスト範囲をねまあ教えてもらえば完璧だと思う。テスト勉強するかどうかは置いといて、範囲知れるだけでなんかちょっとでかくないですか。あ、みっちゃんが1位かな。みっちゃんです。そう、え、そう、現役だからね、ゆうとやなちゃん頑張んないといけないんだよ本当は。でもこの間どうやったんだよ、よくなさすぎだよね。気をつけます。時事問題、あ、ゆう時事問題得意なの。え、時事問題得意マジで。え、ゆうの今日のオリンピックの話していいですか。普通に今日、まあ普通に学校があったから家で見れたわけじゃないんだけど、まあ、携帯で今オリンピックって見れるんですよ。あって、はい、生配信してるところが。でそれでスケボーじゃないです、違うスノーボードをね見たんです。日本人の方が4人出られてたんですけど、え、ガチでかっこよかった。これね、みんなね見た方がよかったね。あれは本当に超飛ぶの。え、超飛んでくるくる回るの、みたいな。で最後さ、こう何回かこう行ったり来たりして、最後終わった時にシューって、わかる、この雪をシューってやるやつ、あれがなんか本当にって感じだったね。
マジかっこよかった。本当に生で見たらやばいんだろうなって思ったもん。わかるこの気持ち。ユウはスキー派の人じゃなかった。ユウはスノボやる人です。自分がやるとしてももう何年も行ってないけど。そう、最後泊まるときだって普通さ、まあ、ユウがスノボやってこうやって普通に滑るだけですよ。普通に滑って泊まるときって普通にさこう泊まるじゃん。まあ分かりにくいんだけどこう泊まるわけ。でもこの人たちはこう止まんの。わかる本当に説明が下手くそなんですけど疑問しか出てこなかった。まあ伝わってください。そう、あ、伝わった。え、みんな天才じゃん。さすがです、さすがです。え、天才しかいないんじゃないここ。大丈夫そう、すごくない。素晴らしいです。明日からカーリング見ます。え、カーリングって楽しいよね。カーリングやってみたいもん。絶対できないけど、なんか雰囲気悪くない？雰囲気だけは持ってます。まああるかもしらんけど。ユウの生誕祭イベント楽しみにしてます。ユウの生誕祭イベントとかやってるかな。普通に7月なんですけど7ヶ月後です。みんな天才だよ。その子にね、きっと優の時だけ生誕祭イベントとかにならないかな。どうしても生誕祭イベントやりたいって言ってるんですけどいかがですかって言ったらどうかな。うーん、え、確かにワンちゃん新公演ありえるくね。ありえるな。え、ソロ曲やっていいですか。マフィキやっちゃっていいですか。あ、キミちゃんから LINE 来た。ディーディーディーン。今日は楽しいイベントありがとうございました。こちらこそありがとうございました。キミちゃんがひたすらに可愛いです。キミちゃんってさ、ガチ可愛いね。本当に言う思うんですけど、ガチで可愛くないですか。マジで本当に本気で、いやこれはねみんな思ってることだと思うんですけど、本当に可愛くない。だって普通にマジでさ、言う出会ってきた人間、まあたくさんいるんです。パッと見ただけの人たちもいるし、けどキミちゃんってガチ可愛いの。本当に本当に可愛くてマジ可愛いっていうのだけ皆さんに、伝わればなと思います。いやーそうだね、本当に顔面国宝、本当にそう思う。言うのなんかキミちゃんっていつ見ても可愛いんですよ。だから人間って多少ね、え、多少をちょっと可愛くない日だってあるんですよ。わかる、この例えば目がパンパンに腫れるとか、とりあえず顔が尋常じゃないぐらいむくんでるとか、そういうのもあるんですけど、キミちゃんは本当に優が出会った日、出会った日、そういう日はありません。毎日可愛いです。もう優勝、優勝、本当に大優勝だと思ってる。いつもコンディションいいっていうか、コンディションの悪いキミちゃんを知らないっていうのもあるけど、
そんな悪い日がないと思う。だって可愛いから。わかる。でも、もうそういうのもう簡単に言うと、ユウなんかはよく寝るわけですよ。よく寝た後起きたらもう顔なんて腫れてるんです。なんかこの辺まであるの顔が、うわーみたいな、なんか膨張するんですよ顔が起きたら。けどキミちゃんは絶対そんなことしないし、しかも寝たら髪の毛がブワーってなるわけ。キミちゃんなんかサラサラそうだし、可愛いんですよね本当に。いいよね本当。顔が膨張するんですよ。なんか冬だと寒いから縮まるとかそんなんないないない。夏も冬も広がりまくるね。顔を腫れる割に目はパンパンでちっちゃくなるの。もうダメダメ、良くない顔になります。でも思ったの、今日ねキミちゃんの生誕祭に来てたあの女の子のファンの方とかみんな可愛かったし、カミフレの応援してくれてる女の子とかみんな可愛いし、みんな可愛い、みんな可愛い。そう、ありがとう。うん、いやみんなかっこいいよ。うん、そう思う。今日キミちゃんの生徒さん見に来てた、みんなみんなかっこよかったし、髪振り応援してくれてるみんなもかっこいい、いつも応援してるみんなかっこいい。そして女の子は超かわいいし、もういいよね、みんな最高じゃん。いいと思う。謙虚じゃないの、みんな謙虚じゃないな、みんな感謝してるな普通に。謙虚な人いなかったいなかったわ。まあまあまあいいよね、それもそれでいいと思う。みんないいと思う。誰か一人謙虚な人いないかな、ちょっといない、いなそうなんだよな。まあまあまあ大事よ、大事大事。みんな受け入れてるのよ本当に。遊びに来たよありがとう。そうそう、でも本当に思う、みんな最高だよ。あゆに似て素直なの？あーみんないい子すぎる、びっくりびっくり。ということはゆもいい子ってことだよね。なるほどね。ゆ髪の毛伸びたんだよ、切ろっかなそろそろっていつも適当なこと言うんですよ。ごめんなさい本当にごめんなさい。ゆなんかねいつも適当かもしれん、会話が。申し訳ない。そうそうそう。まあいいよね。こういうなんかこうやって今まで17年間生きてきたけど、なんとかしてここまでやってこれてるわけだから、このままでいいなって思うんですよ。ね。聞いてほしい。いうあのこの間ね、モバイルなんかで書いたんですけど、今パソコン使ってなんか書いてるんですよ、文字をなんか本みたいな感じで書いてるのね、文章を。その時に思ったんだけど、あでもこの内容はちょっとみんなに内緒だから言えないんだけど、何書いたっけな、なんかもうちょっと書いてるんですよ。おもろくない？何やってんだよって話なんですけど、作家デビュー、いやいやいやもう
自分の世界です。もう自分の世界をこうずっとうーって書いてるんですよ。でも気づいたら本当に 1,2 時間とか余裕で経ってるの。いつか見せてくれると信じてる。いや見せません。本当に見せない。いやなんかまとまったら見せれるんだけど、今全然まとまってもないし、なんか初めにさそのタイトルと最初にさちょっと文あるじゃん、まだそんぐらいしかできてないんですよ、書いてないの。だから真ん中のがっつりした内容のところがまだ全然なんですよ。時間ないの、時間かけてんのに全然進まない。だから本書く人って本当にすごいんですよ。みんな趣味でやってるの、いや全然そんなんでもないの。なんかもったいないなと思って書き始めました。いや何がもったいないかって言われたら正直それも分かんないんだけど、なんかもったいなくないですか、いろいろ思ったことがあるのに、なんかそれを何もできないっていうのはもったいないと思ったから書き始めたんですけど、伏線とかそういう物語じゃない、全然そういうのじゃなくて、ユウの心情的なものを書いてるわけ。まだ1ページも書いてないもはや、こんぐらい。そう、日記のロングバージョン的に書いてるんですけど、なんかそれやってるともうね、それだけの世界に入るんですよ。だからもう他のことを飛ばせるわけ。なんか悩み事とか、なんか今人生疲れたっていう時はやった方がいいかもしれない。みんな結構なんか本当に落ち着きます。そう、何かにね浸る時間っていうのはあった方がいいから、絶対優は本読むとかするとそういう何かに入れるけどね、ないじゃん今携帯とかずっと触ってたらさ、そんなことできないから。しかもなんか思うんだよ、外に出ると携帯は触るんだけど家にいるときに携帯は触らないのね、あんまり。でも そういうのも大事だと思う。オタクって登場する、あファンの人登場する、登場すんの、それがファンの人登場します、ガチ登場するよ。書いてたもん、ユウ。そう書いてたの、ユウのその今思った心の中をずっと書いてたんだけど、登場します、みんな、みんな登場する。そう登場してるわ、そうだそうだ、紙に書いてるの、え、パソコンに書いてます。そうカタカナってんの、打てるよ打てる、漢字カタカナひらがな英語。生誕祭で披露しません、しません、見せれるようなもんじゃないから、全然低クオリティ。そうみんな登場する。え、登場の仕方はねちょっと説明難しいんですよ、結構内緒にしたいのであんまり深いことは言えないんですけど、あでもそのいい意味の登場です。どっちかっていうと感謝寄りの登場です。多分感謝って書いてあると思う、そういう系ですね。なんで安心してください。え髪伸びたでしょ、あと4分、ありがとうございます教えてくれて。まあなんかいつか機会があったら登場できたらいいですね。ただまだ何にもできてないので何とも言えないですけど、髪飾り可愛いでしょ、なんですよ。
まあ、いつか。楽しいですよ、みんなもやってみてほしい。日記的なさの書いてください。ユウも、まあ、ある意味日記みたいなもんだからさ。え、ちょっとみんな書いたら送ってね、ユウに DM とかでも。そういうの好きなんで、読むの。送ってください、ぜひ。待ってます。教えないなら語れる。え、いい、そういうのちょうだい。日記に、うん、日記に登場してください。ユウもね、みんな登場してくから。嫌なことは文章にまとめたりするけど、あ、でもユーモア初めはそこから始まったかもしれない、元はといえば。でもそんな暗いことは書いてないです、割と明るめ。なのでぜひ皆さん送ってくださいね。 DM 送ってもいいけど誰ってなるよ多分。じゃあ名前書いといて、〇〇ですって。そしたら分かる。歌唱書きから始めるか、いいね。え、みんなちょっとそういうのやろうよ、面白いじゃん。え、待って、天才しかいなくなるよ。大丈夫、いいじゃん、最高じゃん。みんなで、じゃあもう国語の国語力高めていきましょう。イベントの後は大体まとめてる。確かになんかまとめる人とかいるじゃん。でもそういう人たちってある意味天才だと思うんだよね。だからみんなもライブ後にそのなんていうの、今日のライブはこうだった、こうだからこうだと思うっていうのをまとめて、まあ、ユウに送ってください。待ってます。あ、もうすぐギルバト、やべやべやべ、今日ね参加できなかったんよ。なので今から参加してきます。じゃあみんなまた会いましょう。あ、明日サイン会とかあります。頑張ろう、バイバイ、またね。タワーじゃん、ありがとう、もう終わっちゃうよ、ありがとう、またやるね、バイバイ。